12対戦は西尾維新によるファンタジー小説。イラストは中村光が担当している。ジャンプ J ブックスより2015年5月19日に刊行された。集英社の漫画雑誌合同で行われた企画大山大喜りの一編。どうしても叶えたいたった一つの願いと割とそうでもない99の願いのキャラクターデザインを西尾維新が気に入り。 ヤブックで当時行われていたキャラクターデザイン専攻で小説を作るという企画を参考に中村光による十二戦士のデザインを元にする形で執筆された。2017年12月12日に続編十二対戦対十二対戦が刊行された。これは前巻のアニメ化が決まったことで執筆が決まった。新たに登場する十二星座の戦犯はあらかじめ 西尾が指定した産業ほどの簡易な設定をもとに中村がデザインを行いそのデザインをもとに設定が掘り下げられているどこかの世界12年に一度12市の選手が集い争う対戦があったその名は12対戦今回は12回目頂点に立った一人はどうしても叶えたいたった一つの願いを成就することができる12人の選手は それぞれの思いを胸に戦場に赴く。殺し殺される戦士たちの物語。順番は子ここから胃に至る。えとの一般的な基準に基づく。名前は十二子の戦士としての名前。本名の順。十二対戦対十二対戦に登場。全員が共通して戦争を憎んでおり、選ばれし十二人の戦士を殺害することで、人々の価値観を揺さぶろうとしている。 また、捉えられれば、極刑となることが確実なため、自分たちの死すらも意図はない。順番は、お羊から、魚に至る星座の一般的な基準に基づく。名前は、十二星座の先般としての名前、本名の順。行月、明の作画で、集英社のウェブコミック配信サイト、少年ジャンプにて、 2017年9月23日から2018年5月12日まで連載。2017年10月から12月まで後日談のどうしても叶えたいたった一つの願いと割とそうでもない99の願いまでを含めた内容が放送された。2017年12月19日、12大戦が舞台化される旨の発表があった。2017年12月26日、 講演詳細発表、ありがとうございます。